大野武次10月1日から1976年12月18日は日本海軍の軍人。戦艦、山と第四代艦長。最終階級は海軍少将。移住院ごろ海軍大将の次男として東京で生まれ大野義江海軍大佐の養子となる。東京高等師範学校附属中学校を1912年に 卒業後、1916年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に、海軍将尉任官。英国史飛留学、秋風、高崎の各公会長などを経て、1928年12月、海軍大学校を卒業。人通公会長、第二県外艦隊参謀、軍令部、第二班第三課、第一班第一課の、 各参謀、第3艦隊参謀、第1県外艦隊参謀、第11戦隊参謀、軍令部第1部、第2課、第3部第,第7課、第3部第8課の各部員、シナ方面艦隊司令部付けなどを歴任し、1938年11月、海軍大佐に進級。以後、公安委員長官、軍令部第一部員などを経て、太平洋戦争には、 基礎艦長として出征し、アリューシャン列島攻略作戦などに参加。鈴屋、ヤマトの各艦長などを歴任し、1943年11月に海軍省省に進級。軍令部第三部長などを経て海軍省人事局長として終戦を迎えた。1945年11月、予備役に編入された。ありがとうございます。